おはようございます。こんにちは、こんばんは。ヒロです。今日はお休みのところ、天気がいいので最高です。今こちらはアイオナビーチというところに向かってます。もう少しで3分ぐらいで着くんですけど、5分かな。見てください、こっちちょっと池なんですよね。でこれをぐるっとカメラこっちこのしかでゆっくり流して、ゆっくり山なんですけど、山もう雪が見えますね。まだぐーっと回して、こっち海なんですけど、お、飛行機も飛んでる、飛んでる、回ってきた。あれ飛行機もね、これ今干潟がね、向こうの方まで引いてますよね。潮引いてるんで、まあ、潮干狩りもねできそうな感じなんですけど、今日はしません。今日はなんかね、試練の日だなとか思っちゃいますね。はい、どういう試練かと言いますと、何か今日ね動画編集をしてたんですね。動画編集を、まあ、僕が使ってるのは逆光になってますかね。こっちにしましょうか。ぐるっと戻りましょう。こっちにこれでいきましょうかね。動画編集してて、もう最後の最後アップできるぞってとこに、なんかちょっとなんか編集した写真とかムービーがあったんですよ。そしたらそのムービーがね、なんかアップデートが必要ですみたいに出て、でそのアップデートをしたらその機能が使えるかもしれませんっていうので、そんなこと言われたら大体やりますよね。そしてアップデートしたわけなんですよ。そしたら収録してたやつが全部、編集してたやつ全部消えちゃって、あーってなったんですよ。あーってなったんですけど、よく言うじゃないですか、やっぱこれはこういう時こそ平常心でなくちゃダメなんだと。引き寄せのあれですよね。でこれ試されとるなって、神様のあれ試されとるなと思って、平常心と思ったんですよ。でその後ですね、今日お店の方に行って、車で行って、いつもローリングドアに荷物を下ろすんですよ、後ろのドアから。でそこにねちょっと車止めてたんですね、3分ぐらい。そしたらですね、チケット切られてたんですよ、自分の店のとこですよ。これでねまたあーってなって、でディスピュート、そのチケットをディスピュートしようと思って、どうしようかな、悩んでてっていう。でも人生にはね無駄な時間があって、悩みとか不安とか愚痴とか言ってる時間があったらね、それは人生にもすごい無駄なんですよ。だけど残るんですよね、片隅に。あ、これも試されとるなと思って、この嫌なことが今日2回あったんですけど、この嫌なことが起こっても平常心でいられる自分を作り出すことに修行だなと思って、今忘れようとしてます。なのでちょっと今ね、気分転換にここへ来て撮影してます。はい、ということで、まだちょっと先に行ってからね、またちょっとお会いしましょう。ではでは、はい、またです。珍しいです。着きました。あっちがねアイオナビーチ、こっちもアイオナビーチっていうか、まあちょっとエリアですね。気持ちいいっすよね、本当に。ここが僕のアナザースカイ、そしてあちらがあなたのアナザースカイ。どうもヒロです。さっきも着きましたけどね、話がね変わりましたけど、今日もねなんかね、ここ野鳥がね結構いるんですよね。野鳥って珍しい野鳥ですね。まあ僕もちょっと結構天然記念物っぽい人種なんですけど、珍しいのがねいるとやっぱりなんででしょうね、みんなスズメとかね、鶏見ても全然なんかときめかないのに、ちょっと珍しい鳥がいるって言ったらときめいちゃう、この心理どうでしょう。でも僕なんかね、普通にタンポポ見てもね、わーすごいとかなっちゃうんですよ。さっきの話じゃないですけど、気持ちをどんだけ平常心で保つかで、どんなことでもすごい幸せになるか、そこでねだいぶね変わってくるんですよ。気持ちをね、メンタルのトレーニング、それをね今ね心がけてるんですよね。でもこう言いながらも頭の片隅にさっきのチケットがどうも残ってますね。まだまだですね。それなんかうちのね、なんかゆいさんの場合はね、忘れちゃったらいいじゃんとか言ってね、なんか言って、まあ本人ね多分頭空っぽなんでしょうね。考えてないんですよね。それをね、なんかでもその意識がねすごい強いなと思って、そこをちょっと見習わなくちゃいけないという、なんか人生何でも勉強なんですよね。勉強って捉えちゃうから勉強できないけど、普通のことだと思って、普通の出来事かと思って、その全ての行動が私たちには意味があると思えば素晴らしいことだと思います。じゃあね、もうねお腹空いてきたんでね、今日はここから家帰ってねご飯でも食べようかなと思います。で、皆さんに一通りちょっとぐるっと回ってお見せしようと。さっきここにね鳥が止まってたんですよ。だけど珍しい鳥だったんですけど、俺がこれ配信始めたら俺の声がでかくて逃げていっちゃいました。飛び立っていく、巣立っていく、そんなこともありますよね。はい。でもね、すっごい人数なんですよ、人が。見てください。これがこの前言ったバンクーバーのカナダ人の過ごし方ですね。カナダ人は週末になるとバーベキューばっかするんですよ。で、月曜日、火曜日とね、お仕事。で、大体週末になってくると、どうする？今週はどこ行く？とかいうようなことになるんですよね。で、それで大体ルーティンが決まってて、はい、でも素晴らしいってね、みんな憧れますけどね。でも毎週それをね、やるんですよ、夏はね。はい。それでは今日も皆さん、ちょっとお話というか今日はなかったんですけど、まあ一応これがカナダのライフスタイルということでちょっと収録してみました。それでは皆さん、コメントといいねボタンとチャンネル登録よろしく。はい、ありがとうございます。それではまた明日、バイバーイ。来た、はい、来て。